こんにちは。ロハス TV の時間がやってまいりました。えー、これね、えー、嘘発見器でございます。さて、ロハス村村長、嘘を言うでしょうか試してみましょう。これね、こういうふうな形で、えー、手をやりまして、えー、電流が流れるようになってます。まずはですね、えー、これで。 ロハス村村長、浮気をしたことがあるか今ね、嘘を。さて、どうでしょうか、はああ浮気をしたことがないということで、決まりました さて、ラアスムラ TV 始めたいと思います、えーすえっとですね、えー、今日はお伝えしたいのはですね、あのー、ちょっと嘘発見器で、えー、ドキドキしましたけれどもですね、えー、浮気をしたことがないという結果でございますので、えー、これからもですね健、健全に生きていきたいと思います。えー、それではですね、えー、今日お伝えしたいのは、 あのー、そうそう昨日ですねお話をあ,のある私、えーま、あのいつもあの師匠と言ってる方とお話をしてましたでこれからどんな時代になるんだろうっていうことでその師匠ですね、えー、まず大手の,あの社員さんとお話をしてて。 えー、これからは副業であったりいろんなあの自分の能力を生かす時代ですよっていうようなことをあの喋ってたらしいんですよね。そしたらその大手の人ですよ給料も何百万というような、えー、手取りを持っているような方がですね、えー、それは、えー、そういう能力があるからあ,ある人だからうまくやっていけるんで特定のまたは特殊な人ができるんですよということで、えー、学歴もあり そして、地位もあり、そして、お金もあるというような方が、えー、将来を悲観をしているわけなんですよ。そんな話を私、師匠としていた時にですね、私の口からですね、なんかこう、ポロッと出たことが、師匠がすごくですね、えー、それすごいですね、お母さんっていうことで言ってくれた言葉なんですけれども、 これからの世の中はですね、えー、なんか、うまくまとめようとか、うまく、その場を作ろうとかですね、失敗しないような人生を歩もうとか、えー、そういった、うまくやろうというような、あのー、小手先のですね、えー、気持ちっていうのが、不安感を増幅させるっていうような時代になるんじゃないかなと思うんですよね。 ですから、あのー、なんかこう、うまくやっちゃろうとか、うまく交わしちゃろうとか、やればやるほどですね、今すごいなんかこう、世の中自身がですね、えー、そういうものに敏感で、えー、それ待ったそれ違うん違うかっていうような、えー、そんなことになってると思うんですよ。だから、もうこれから、 うまくかわしたり、うまく隠したりですね、してるように見えながら、実は自分の心はですね、えー、嘘をつきません。だから、なんかドキドキしてですね、えー、バレたらどうしようとかあ、その場、昨日はうまくいったけれども、今日はうまくいかなくちゃど,ど,どうしようとかですね、なんかそんなことで、えー、すごく失敗を恐れてる方、えーま、エリートの方ですかね。 えー、そういう方につきましては、非常にちょっとこう、まあ、エリート中のエリートもバーンと突き抜けたような人はまたちょっと違うと思うんですけれども、中堅よりもちょっとこう、エリートっぽい方ですね、えー、うまくこう、今までを過ごしてきて、えーまあ、ちゃんと出生レースで登っている方なんかは、あのー、まあ、うまくやって定年までっていうことだったと思うんですけれども、これから令和になりました。本当に今変わってます。だから、 うんこれからの生き方というか、こう、うん、僕は思うんですよ。思うにはですよ。あの、うまくやろうって思わないことですよ。もう失敗してもいいし、えー、認められなくってもいいし、えー、逆に言えばですね、あの、自分がこうだと思うことをやってやるっていう、そして人の評価をあまり気にしないっていうような、そういったところも必要ではないかと思うんですよ。 そうすると、すごくこう、生きやすくなるというか、生きづらいから生きやすくなるし、夢を、夢が見つかってくるようになると思うんですよね。夢がないっていう方については、夢が、こうなんかあ、あ、これできるんちゃうかっていうような。だってほら、あの、うまくやろうと思うから、夢ができないんですよ。うまくやろうと思わなければ、失敗してもいいし、 えー、逆に褒められなくてもいいし認められなくてもいいっていうことだったら夢ってたくさんあるじゃないですか例えば僕ねあのー、このきりね、えー、この、えー、手術をしましたそして、えー、あの主治医の方に言ったんですよ僕 YouTuber なんで、えー、顔がですね、えー、おじんくさく見えたらダメなんです だから、この、あのー、突起物を取らなければいけないんですって言って、言ったんですよ。僕、57歳です。今年、58歳になります。それが、えー、YouTuber の宇川秀樹になったんですよ。まだ、えー、見てくれるアクセス数は10人足らずですけれども、お金も全くなってませんけれども、YouTuber 宇川秀樹っていう風になれたんです。これは失敗なんです。 あの、十人しか見てないんですから、全くの失敗なんです。でも、うまくやろうと思ってないから、できることなんです。だから、うまくやろうと思うことが前提になればなるほど、やりたいことができなくなったり、やれることしかできなくなるんです。だから、あのー、何が言いたいかというと、 えー、60歳、えー、を過ぎて、えー、65歳まで、うん。でもそのまま穏便にうまくやろうとすればするほどつまらない人生になりつつあってさらに100年時代になった時にあと35年うまくやり続けていけるのかというとそうではナッシングでございます。だから、えー、うまくやろうっていうことをこの時代は捨ててですね 挑戦して失敗して、えー、その失敗さえも、あの、成功に導くワンチャンスというかステップなんだというふうに考えていくという、そういったことが必要ではないかと思います。まあ、どうぞですね。えー、まあ、私はもう本当に、あのー、落ちこぼれの人生でございますけれども、 もう一遍ですね、えー、やろうということで、12年前に、えー、再チャレンジをやって、今、YouTuber になったりですね、えー、また、セミナー講師になったりですね、えー、または、通販業者になったりですね、えー、そして、ある時は、えーま、人間クラブの代表者であったりですね、いろんなことを今やってます。でも、すべて、成功はしておりません。 でも、えー、やり続けてい,いればですね、何か、こう、ヒットするんじゃないかと思っております。まあ、そんなことで、えー、まあ、今日は、えー、あの、あのーそ、あ、そうそう、これ,これね、あの、あのー、これを紹介するために行ったんですけど、今日はうまくいくということを、ちょっと言い過ぎて紹介できませんでしたが、 えー、まだまだちょっと寒い時がありますので、こういった柔らかい湯たんぽを使ってですね、えー、足の元とか、ちょっとこう抱えてですね、えー、私寝ております。赤に赤だから全く目立たないという、うあの、色のものがちょっと失敗したかもしれませんが、こういう形で、えー、あります。えー、今度は、ボクサーの、浮川秀樹でで会いましょう。それでは、さよなら